愛別飛行場事務所及び、管制塔跡愛別飛行場格納庫跡、愛別飛行場とは、北海道上川郡愛別町に、かつて所在した、軽飛行機専用の飛行場である。管理運営は、北陸航空株式会社が行っていたが、現在は有限会社カスや不動産が所有し、管理している。道内唯一の民間飛行場。 大頃愛別に一番機一般小型機にも開放へ。北海道新聞。AB、長崎にパイロット要請の新会社福井の北陸航空。産経新聞。AB、新愛別飛行場操縦士要請校が、開港北陸航空買収30人申し込み、遊覧飛行も拡充。北海道新聞。AB、パイロットスクール開港団念西部長崎航空。 長崎新聞。運航業務を旧試合別飛行場で北陸航空。北海道新聞。パイロットスクール計画を断念広報審か、見事2008年7月号を愛別。飛行状況用配信について国土交通省東京航空局2013年12月24日。ありがとうございます。